ご来場の皆さん、こんにちは。イベスト来させてございます。ありがとうございます。今年で10回目の参加となるんですけれども、縁ありまして1回目から、10回目まで、参加をさせていただいております。毎年毎年この神栖の町で、踊ることを楽しみに、1年間頑張っていると言っても過言ではありません。去年今年と、よさこいソーラン祭りにおきましては、大賞を取らさせていただきまして、それを背負ってこれたことは本当に幸せだなというふうに思っております。この会場もしっかりと盛り上げて頑張って踊りたいと思いますので、どうか温かいご声援のほどよろしくお願いいたします。夢ソーラン心一つ俳優あと
ありがとうございました。